コレートプラネットです。さあ今日はバルバルしてみないシリーズ、今回は恵方巻き食べてみないでございます。さあこの恵方巻きを今回は食べてみません。この恵方巻き、さあ恵方巻きを今回は食べません。さあね、まあなんかもう定番になってきましたよね、恵方巻き。まあ本当はね関西の文化だったんですけど、まあなんか最近はこの関東のなんか文化にもなってきて、みんな結構ね食べてて、でもねコンビニとかでもね売られてて、もうなんか一時期ねなんかこうノルマだとかなんか問題にもなりましたけどもね、今回はその恵方巻きをちょっとね、まあ食べてみないってやってみようかなって思うんですよね。まあ俺はね結構昔からね、まあ、関西人には食べてたんですけど、だから松尾とかはその多分あんまりそういう文化がなかったと思います。まあそもそも恵方巻きってなんだって言ったら、あれですよね、この方角、このその年によって方角があるんですけども、その方角に向かって食べると。であれなのはもうその方角で一個食べきるっていうのが本当は正しいんです。途中で止まっちゃダメ。まあでもなんか緩くなってこう すごい、いってる、いってる、うわ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 、 うわ